プロ野球で打者の成績の大きな基準といえば打率でしょう。3割を記録すれば好成績と言われ、3割5分以上を記録した選手は58人しかいません。しかし過去には3割5分で首位打者を獲得できなかった悲しき選手たちがいます。そこで今回は異次元の活躍を見せたにもかかわらずタイトルを逃した選手たちを紹介していきます。2015年、秋山翔吾、打率3割5分9厘。この年から打撃フォームを変え、開幕から好成績を残すと、63試合目となる6月14日の試合で100安打目を記録。さらに6月から7月にかけては31試合連続安打を放つなどヒットを量産しました。最終的には216安打を放ち NPB のシーズン最多安打記録を樹立。打率3割5分9厘を記録したものの首位打者のタイトルは獲得できませんでした。そんな秋山をかわし、ソフトバンクの柳田が打率3割6分3厘で同年の首位打者に輝きました。打率以外も充実したシーズンを送っており、34本塁打と32盗塁でトリプルスリーを達成。 OPS も 1.1 を記録するなど、まさに異次元の活躍を見せました。2010年、平野啓一、打率3割5分。この年の平野は全試合出場とはいかなかったものの、自己最多を更新する139試合に出場。両リーグ最多となる59犠打を記録しながらも172安打を放ちました。プロ入り9年で打率3割を一度も記録していなかった平野ですが、キャリアハイとなる打率3割5分で一気にブレイクを果たしました。この年見事首位打者に輝いたヤクルト青木は打率3割5分8厘を記録。4月こそ不振に陥った時期もありましたが、徐々に復調し7月には通算1000安打を達成。最終的には209安打を放ち、2度目のシーズン200安打を記録しています。2003年、谷義朋、打率3割5分。シーズンを通して189安打を放ち、初の打撃タイトルとなる最多安打を獲得。本塁打も自己最多の21本を放つ好成績を挙げました。またオフには柔道選手の田村亮子と結婚するなど、公私ともに充実した1年となりました。一方、首位打者に輝いたのは日本ハムの小笠原。谷やチームメイトの坪井とシーズン終盤まで熾烈な首位打者争いを繰り広げたものの、打率3割6分という数字で2年連続の首位打者を獲得。2000年から4年連続で3割30本塁打を達成するとともに100打点も記録しています。1986年、ブーマーウェルズ、打率3割5分。オリックス移籍後4年連続となる打率3割を記録し、173安打で最多安打のタイトルを獲得。さらに42本塁打103打点を記録しましたが、どちらもタイトルを獲得することはできませんでした。これらのタイトルを全て独占したのがロッテ最終年の落合でした。打率3割6分50本塁打116打点という成績を残し、2年連続3度目の三冠王を達成。またこの年の出塁率4割8分7厘は NPB 記録となっています。1986年、ウォーレン・クロマティ、打率3割6分3厘。パリーグでブーマーがタイトルを逃したこの年、セリーグでもクロマティが同じ状況に立たされていました。打率3割6分3厘、32本塁打112打点でタイトルの獲得はなし。打率が3割6分以上を記録しながらも首位打者になれなかったのは NPB 唯一となっています。そしてセリーグでこれら全てを獲得したのが阪神のランディ・バース。打率3割8分9厘47本塁打109打点の成績を上げ、落合とともに2年連続となる三冠王を獲得。打率3割8分9厘は NPB 記録となっています。1982年、田尾康、打率3割5分。この年の田尾は174安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得するなど、チームのリーグ優勝に大きく貢献。シーズン終盤に熾烈を極めた首位打者争いは最終戦までもつれ込み、ホエールズの長崎が苦悶差でリードして直接対決となりました。しかしホエールズは長崎を欠場させ、田尾には5打席連続敬遠。5打席目には敬遠のボールにバットを振るなど抗議の意を示した田尾でしたが、その後も打てる球は来ず、結局フォアボールに。よってわずか苦悶差で首位打者を逃してしまう形となりました。1981年、篠塚敏夫、打率3割5分7厘。この年はルーキーであった原辰徳が二塁を守ったため出場機会が一気に減少するも、チームメイトの故障もあり5月にレギュラー復帰。3番打者を務めるとキャリアハイの打率3割5分7厘を記録し、8年ぶりの日本一に大きく貢献しました。
そんな篠塚をわずか1厘差でかわし、首位打者のタイトルを獲得したのは阪神の藤田です。シーズン最終日のダブルヘッダーでなんとか規定打席をクリア。それまで打率3割を記録することはあっても首位打者の獲得はなく、16年目にして初の獲得となりました。またこの年の2年前には怪我に苦しんでいた時期もあり、見事な復活を遂げた藤田はカムバック賞も受賞しています。1980年、若松勉、打率3割5分1厘。1977年には打率3割5分8厘で首位打者に輝くなど、毎年のように打率3割以上の成績を残してきた若松。この年も例に漏れず高い打率を残しましたが、惜しくもリーグ2位に終わりました。見事首位打者に輝いたのは矢沢健一で、打率3割6分9厘を記録。前年は11試合の出場で打率1割6分7厘という成績に終わっており、見事復活を遂げました。1979年、荒井弘正、打率3割5分8厘。プロ入り5年目にして打率3割5分8厘という成績を残した荒井ですが、6厘差で阪急の加藤が首位打者に。この年の加藤は首位打者のほかに打点王や最多安打、最高出塁率を獲得。本塁打はわずか2本差で三冠王を逃しました。1976年、張本勲、打率3割5分5厘。この年から巨人へ移籍した張本はオフやキャンプで徹底した走り込みを敢行。それが功を奏したのか、182安打を放ち最多安打を獲得。打率では首位打者を獲得した中日の矢沢と少数点5位のわずか6試差で2位に。この6試差という熾烈なタイトル争いは歴代で最も差が小さい首位打者争いとなっています。1954年、渡辺博之、打率3割5分3厘。この年、本塁打数は7本でありながら91打点を挙げ、打点王を獲得した渡辺。2リーグ制開始から現在に至るまで1桁本塁打で打点王を獲得した唯一の選手となっています。そんな渡辺を制して首位打者を獲得した巨人の与那嶺は打率3割6分1厘を記録。その他にも172安打、69四球、出塁率4割4分1厘、93得点など、いずれもリーグトップの成績を残しました。1951年、岩本義行、打率3割5分1厘。この年の岩本は打率もさることながら自慢の長打力が爆発。8月のタイガース戦では1試合4本塁打を記録しました。一方、首位打者を獲得した川上哲治は打率3割7分7厘をマーク。三振はシーズンを通し6度しか記録していません。1950年、小鶴誠、打率3割5分5厘。この年の小鶴は NPB 記録となる143得点、376塁打、161打点を記録。加えて183安打を放ちましたが、首位打者は惜しくも獲得できませんでした。首位打者を獲得した藤村文雄は全試合に出場し、打率3割6分2厘を記録。小鶴を上回る191安打を放ち、文句のつけようのないタイトル獲得となりました。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。